平成24年度第2回高卒認定試験現代社会大問2の解説に入っていきます大問2は主に経済についての問題で問1から問66つの問題でできていますちょっと6つの問題があって長くなってしまうのでまずこの1本目の動画では問1から問3まで解説していくことにしましょう早速問1です 河川部分戦後の日本経済に関連して次のグラフは日本の完全失業率実質経済成長率消費者物価上昇率を表したものであるグラフ中の ABC に当てはまるものの組み合わせとして適切なものを下の1から4で選んでくださいとちょっとこの ABC が当てはまるグラフを見ていくとこれです まあ1956年から2009年までまあ三つの線がどういうふうに変わっていてるのかっていうのを書いてるんやねそしてこの問題普通にやっていくとまあここの文章をバーッと読んでここに日本の経済の歴史が書いているのでこれを参考にしてこのグラフを選んでいくってことになるんやけどこのそれぞれの言葉の意味がちゃんと分かっていればここを読まなくても結構できたりしますまあなのでまずはそっちのやり方で 考えていくことにしましょうそれじゃあ最初分かりやすいところこの失業率からいってみようか失業率って何でしょう失業ってないのねちょっとあんまり聞きたくない言葉やけど失業っていうのはそのまま仕事をなくすってことです要は職をなくしてしまって仕事がない状態にいる人がどれくらいの割合でいますかそういうことになっていますなのでこの失業率 マイナスになることはないんやね失業率マイナス5%つまりマイナス5%の人が仕事がないってよく分からんよねなので失業率って必ずプラスになるんですそうやって見てあげるとこの a,b,c のうち1つだけマイナスになってないやつがあるやねこれやね一番変化が小さいこの三角のグラフっていうのはずっと0%より上の方にありますなので この三角 C が失業率になるんです。これで1個解決することができました。失業率はマイナスにならないんやね。そうやって見てあげると残っているのは A、B で片方は経済成長率、そしてもう一つは物価上昇率です。この二つのグラフ、四角と丸でちょっと面白いのはここやね、この1974年のところで 片一方はグーンとすごい20%を超えるような値になっててもう片一方はマイナスになってますこれそれぞれどっちがどっちやろこれもちょっと難しいかもしれないけど経済成長率と物価上昇率の関係が分かっていればできるはずです経済が成長すると物価はどうなるかっていうとちょっとイメージしてほしいけど経済が成長するつまり会社がお金儲けをたくさんできるようになると 給料って働いている人はたくさんもらえるわけね。そしてたくさん給料をもらったらどんどんお金を使うようになります。そうすると物価。物価っていうのは物の値段やね。物の値段は上がっていくんです。なので基本的に経済が成長している時っていうのは物価もだんだん上がっていく。まそうやって見てあげるとこのグラフって基本的に同じような動きをしてるんやね。 同じような動きをしています。そしてここら辺もだん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 右下がり同じような動きをしてるつまり経済が成長していけば物価も上がるし経済がダウンしていけば景気が悪くなっていけば物価も基本的には下がっていくんですところがこの1974年は一時的にここにはオイルショックがあったんやけど石油危機があったんやけど片一方がグーンと上がって片一方はグーンと悪くなりましたそうやって考えてあげると こっちが経済成長率だったら経済成長率が20%とかってなった時に物価がグーンって下がるってことはないんやねとなると組み合わせとして正しいのはこっちが物価上昇率になってつまり物価がグーンと他の要因で上がったせいで経済の成長が悪くなってしまったそういうことになるんやね 経済がそんな成長していないのに物価が上がるとどうなるかていうともちろんみんな物の値段が高くなるので物を買わなくなりますこれを買うのやめとこう高くなっているわというふうになるわけねそうすると物を売っている企業は儲からなくなるので企業が儲からなかったら給料は払えなくなるよね給料を払えなくなったらさらにみんなの懐はお金がなくなってしまうのでまた景気は悪くなるとなのでちょうどこのあたりからだんだん日本の景気ていうのは そうやって見てあげるとえっと順番にいったら A から順番にいったら経済成長率物価上昇率そして失業率の順番に ABC はなるんですなので答えは経済成長率物価上昇率完全失業率となっている2番が答えになるわけねまあもちろんこの文を丁寧に読んでいって例えばさっき話したような話です1973年の変動相場制への移行や 二度にわたる石油危機などを背景として経済成長は終焉を迎えたとしまなのでこの文章からもこのタイミングとかは読み取れたりするしあとの方になると経済情勢は悪化したとか失業率は上昇したっていうのでも読み取れたりするんやけどこの失業率物価上昇率経済成長率の意味がしっかり分かっていれば問題を解くことができます。 続けて問いに行ってみましょう下線部分は企業に関連して次の資料は企業が家計から資金を調達するまでの流れ等についてある生徒がまとめたものである資料中の DEF に, DE に当てはまる語句の組み合わせとして適切なものを選びなさいとこれはどういう図になっているでしょうかっていうと ている通り企業が家計から資金を調達するまでの流れとなっていますなのでここに企業があって家計があってそれにプラス銀行が出てきているんですそしてどういうふうになっているでしょうかていうと家計が銀行に預金、お金を預けますよとそしたら銀行から出ている矢印ていうのは企業に貸し続けます銀行が企業にお金を貸すことがあるよね企業が何かしたい新しい事業をしたいとか もっと人を雇いたいとかなった時にお金を貸し付けていますそれに加えてここに株式社債という線が引っ張っていますこれはどういうことかっていうとこの D のところにも出てきている通り企業と家計と銀行の直接そして間接金融の流れなんですこれちょっと難しいのでそして毎年出てきているので毎回出てきているのでちょっと説明をしときましょう直接金融と間接金融 まずそれじゃあこの直接金融から話すと例えばある会社があったとしますそしてこの会社が新しい授業を始めようとしているとなんか新しい商品を作ってお金儲けしようとしているわけねそしたらこの会社もちろん自分が今まで儲けてきたお金 を使って新しいお金を集めてきますその中の方法としてこれはまずなんやけど個人個人これを経済学では家計と言ったりしますこの家計から直接ちょっとなんとかさんお金を貸してくださいよというふうにお金を借りることもあるわけねこれが 直接金融なんです。会社が直接家計からお金を調達する方法。直接つながっていること。これが直接金融になってます。まあでもこれは実際、ないよね。周りで、ちょっと俺トヨタに100万円貸してんみたいな人っていないよね。普通は会社はどっからお金を借りるかっていうと、どっから借りるもうさっきの図にも出てきていましたよね。会社は普通、 銀行からお金を借ります。そして私たち、個人、家計っていうのも普通、銀行から借りたりする。お金のやり取りをするよね。なので、普通は個人ではなくて、こういうふうにお金は流れていきますよと。まあでも、それじゃあこの銀行のお金って、元々銀行が持っていたものかっていうと、そうじゃないよね。銀行っていうのは基本的に自分のお金を最初から持っているわけではありません。 銀行っていうのは個人、まあ個人もたくさんいたり、もしくは他の会社もあったりするんやけど、そういう人たちのお金を預かって、そして預かったお金をうまく使って、銀行はビジネス、自分たちの仕事をしているわけです。なので、結局、会社はお金を銀行から借りているわけやけど、その元々のお金をたどると、家計に行き着くわけす。ってことは、これは家計から 間接的にお金を借りていると見ることができるよね。間接キスみたいなもんです。なので、これを間接金融と言いますよと。なので、この直接金融と間接金融の直接間接って何かっていうと、会社が直接個人から、家計からお金をもらっている。会社が間接的にお金をもらっている時は、間接金融になると。その違いなわけです。それが分かったところで、さっきの図を見てあげると、 もうこれ矢印でわかるんです。上の図の実線で示す資金の流れは D 金融。点線で示す資金の流れは E 金融と言われると。もうこれを見たらわかるよね。株式社債にはなっているけど、家計から直接企業に行っているので、この実線の部分 D っていうのは直接金融なれな。 それに対して間に銀行が入って、これがさっきの話です。家計がお金を預ける。預金をして、銀行が企業にお金を貸し付けると。ここに間に銀行が入っているので、ここが間接金融になってきます。つまり、点線の部分の E が間接金融になると。なので DE の正しい組み合わせとしては、えっと D が直接なので、直接間接になっているやつだね。 なので、間接直接になってしまっている2番と3番は間違いになりますよと。そしたら次、この F です。F の部分というのは何でしょうかっていうと、そして一般に利子1は利子2に比べて何とか、その差は銀行の収益の一つとなっていると。これも落ち着いて考えればわかります。さっきの話に戻ってみましょう。銀行はさっき何をしているでしょうかっていうと、 家計から預かったお金を会社に返すと言っていましたわけねただし銀行はこの時にこっちで別の動きをしてるんです別の動きをしてるんですこれ何かって言うとみんなも銀行にお金を預けたらちょっと増えてるやね逆に銀行からお金を借りたら借りた以上のお金を返さないといけませんつまり利子がかかってるんですえ、そうやって考えてあげるとま銀行があるで そしてそれに対して家計がお金をま同じ図になるんやけど家計がお金を貸しますそしてそれをまた会社に貸しますとえ、そしたら銀行はここで何をするかお金横にスいスいって流しているだけだとまあもちろん儲からないのでそしてこの個人も何もなかったらわざわざ銀行にお金を預けないのでこの銀行は何をするかっていうと利子を払うんです利子を払うんです 円そしてこっちらでは逆に会社に対してお金を貸したので利子を銀行はもらいますそれじゃあこの時にこっちらのお金とこっちらのお金どっちらが高くないといかん例えば家計に払う利子は1%やったらしょうか100円を貸したら1年後年利1%なので1円101円にして返しますよと1円利子をつけますよと それに対してこれが例えば0.5%とかやったら銀行は損しているのわかるこっちには1%分払わなあかんのに会社からもらっている分が0.5%だけやったら払われへんやねなので必ず銀行っていうのは預金につける預けた家計から預けたお金に対する利子まあこれは利息やねつける利息よりも会社や他の人に貸す時の 利子の方を高くするのです。るんでじゃないと儲からないわけね。ここを3%とかにしてあげないと儲からないわけです逆に言うとここを3%にすることでま1%こっちらに払いますでこっちらから3%をもらうとすれば銀行はこの仲介の間をつないであげることで2%が銀行の収益になってくるわけ大丈夫これが銀行の仕組みやね なのでさっきの図で言うと銀行は家計に預金をしてもらったので利子を払いますそして逆に銀行は企業にお金を貸したので利子をもらいますどっちらでたくさん利子をもらわなあかんかっていうともちろんこっちはねこっちらでたくさんもらわないと商売ができない利益は上がらないので利子1は利子に比べて高くならないといかんよね なので答えは直接関節高くとなっている4が答えになりますよと問い2の答えは4ですちょっとこの直接金融関節金融の問題は難しいと思うんやけど毎年出てくるのでしっかりお金の流れを直接関節の違いを押さえておくようにしてくださいそれでは最後に問い3行ってみましょう 河川部分海外進出に関連して次のレポートはある生徒が企業の海外進出についてまとめたものであるレポート中の GHI に当てはまる語句の組み合わせとして適切なものを下の1から4で選んでねと GH には日本韓国のどっちかが入ってこの I には産業の空洞化産業構造の高度化どっちかが入るわけね まずはこのレポートを見ていくことにしましょう最初にここに挙げている表は何かって言うと日本と韓国の投資コストの比較としてあって日本と韓国それぞれ何かを比べています何を比べているかと言うと製造現場の従業員の月額賃金何か物を作る例えば工場とかで払う給料っていうのを比べてるのよね日本の方が圧倒的に高いですそして電力料金 電力はどれぐらいかかるかってことです。で、法人課税の実効税率。法人課税っていうのは企業に対してかけられる税金のこと。日本の方が圧倒的に高いわけです。これを踏まえて、ここに説明が書いています。企業はコスト低減、海外市場の開拓拡大、労働力の確保など、さまざまな理由から海外に進出している。表は日本と韓国の製造現場の従業員の月額賃金。お給料の話だね。 電力料金、法人課税の実行税率についての比較データであるが、全般的に見て、なんとか企業がなんとかに生産拠点を移しやすくなる条件と言えると。これ、日本、韓国、どっちが入るかってことやねんけど、みんなこれ見たとき、日本と韓国、どっちでものを作りたい。いや、自分は日本が好きやとか、韓国好きやとかっていうのはなしで、どっちで作った方が儲けられるやろ。 もちろん作ったものの質とかも関係するかもしれんけどそれが一緒やったとすれば韓国で作りたいよねだって韓国で作れば給料安く済むし電力料金も済むし税金もたくさん払わんで済むから安くたくさんものを作れるやんかそしたら他の会社とか日本で作っているものより安く売れるので自分のとこの方がたくさん設けられるねなのでここで言いたいことは何かっていうと全般的に見て 日本の企業が韓国に行きたがるよね、これったら。韓国の企業、わざわざ日本に来て工場を作りたいと、これでは思わないよね。なので、G に入るものは日本で、H に入るものは韓国です。つまり、3と4はなくなりますよと。そしたら次、I です。 しかし海外に生産拠点を移す動きが活発,した活発化した場合一般には国内の生産雇用が衰退してしまう何とかが起こるという指摘がありその懸念が高まると考えられるこれはもう答えを言ってしまいます産業の空洞化が正解ですこういううにして日本の企業がどん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 韓国とか東南アジアとか中国とかいろんなところに行ってしまうと日本の産業はなくなるんやね 日本で例えば工場で働きたいとかっていう人も雇用がなくなってしまう働く場所がなくなってしまうしもちろんその産業生産っていうのも衰退をしてしまいますこういう現象のことを産業の空洞化といってまこういった海外進出と合わせて国内の問題になってるんですなのでこの問い算の答えは日本韓国産業の空洞化となっている一番になるわけね